さあ今日はですね、熊谷直子さんに来ていただきました。なんかね、ずいぶん熊谷さんの写真の話をネタにですね勝手なこと言って本当にすいませんでした。いやいや、あの件に関して僕はその熊谷さんの写真集を見てすごいうまいとかすごいって言ったのは何でかっていうと、あの写真を見た時にそのうまさを全く出そうとしてなくて、でそれがすごい不思議だったの、まず最初に、うんうん、でなぜかというと写真集ってどうしてもこう何冊も何冊も出せるもんじゃないから、うん、特に最初の写真集だったらちょっとうまいとこ見せときたいっていう気持ちがどっかに働くはずなのに、それをすっぱりこう消してるというか、まあ、編集がそうなんだろうけども、うん、集められてる写真がね全くそこに注力してないっていうところを見て、うん、でしかも、コマーシャルの仕事もしてるっていう話を聞いた時にこの人2つの方があるんじゃないのかなって思ったのじゃないとその2つがどっかで喧嘩しちゃうはずなのに、ちゃんとその写真集では、写真集として成立してる、でコマーシャルの仕事もしてるっていうのを渡辺さんに聞いて、そこがねすごい驚いたの。でそこで、まあ、勝手にうまいとかすごいっていう言葉を言ってしまったんだけど、あれを見てどういうふうに思いました？大丈夫でした？あれは。いやもう、いやすごいありがとうございます、嬉しかったです。あの純粋に私の感じてることをここまでこう言語化してくださる方いなかったので、わー本当になんか嬉しいなっていうのが一番でした。編集者はそういうふうなことでは言ってなかった？編集者は安藤さんは、うん、そういうことでは言ってないですね。なんかまあ、彼は、ね、その自分のレベル立ち上げた第一作目で私の作品を作りたいと思ってくれてたので、なんかもしかしたらどっかで思ってくれてた、思ってるとは思うんですけど、あんまりそういうことは聞いてないですね。安藤さんってティッシュっていうレベルを立ち上げて、で最初に写真集を作ろうとした時に声がかけられたわけですよね、はい、向こうから作りませんかっていうふうに言われたんですか？そうですね、はい、もうずっと前からやっぱり写真展をやったりしたらこう見に来てくれていて、多分いつかいつかと思ってたので満を持して作ることになったっていう、うん、普通写真家が持ち込んで何とか作っていただけませんかってね、そういうのが写真集の作り方だと思ってたけども、まあ、そういう例もあるんだね。まあ、純粋に嬉しいですよね、うん、これはやっぱり表現する人にとってはね、うん、そういうふうに依頼されるのはやっぱり嬉しいですよね、うん、はい、であれをね今度編集をしようといった場合にその元ネタは何枚ぐらいあったんですか？相当あるんですけど、あれは35ミリで撮られたネガカラーですよね、はい、ネガカラーですね、うん、でそれをまあデータ化しているので、うん、であと過去10年ぐらい作ったのが2017年なので写真集を、うん、まあ、10年になってないですけど震災以降2011年の、うん、遠くの震災以降の写真。それはなんで？ですね、やっぱりその2011年っていうのが結局はそのやっぱりその自分にとっての、まあ、あれの中で語ってるのはやっぱり一つ家族の形っていうか、うん、まあ、結構家族の形の多様性みたいなものも語っているので、でそういう意味で気仙沼に通うようになったんですよ、うん、その私出身は関西なんですけど、はい、自分が高校生の時に阪神大震災を経験していて、その時自分では見に行けなかったんですね、うん、でフランス行っちゃって、うん、でどっかでやっぱ心残りがあって、うん、まあ、なんか写真家ってそういう感情持ってるじゃないですか、うん、見たいっていう、そう見てちゃんと見ておきたい、うん、見て感じておきたいっていう、でもうその東北の時はやはり今だったら自分が向き合えるなっていうのがあったので、うん、で気仙沼に通うようになって、でその暮れの、同じ年の暮れに母親が倒れたっていう、うん、自分の中でのこういろんな出来事がそこの年にあったから、やっぱそこから写真ってもっともっと変わってきたし自分も向き合うようになってきたので、うん、
今作るんだったらそれ以降がいいなってことで。それは、はい、編集者との相談、それとも熊谷さんの、はい、私からのそれはあの提案で、はい、あの時をきっかけに写真がね変わった人もいるし、はい、まあ、たくさん被災地の写真を撮った人もいるけど、うん、消化しきれない人がほとんどだよね、うん、はい、まとめる行為までうまくこう落とし込める人って少ないと思うんだけど、うんうん、それをどうやって、じゃああの編集自体は、どうやって編集したんですか。主軸になっているのは安藤さんが最初組んでくれて、うん、でそれを私が見た時にもちろんそこで意見は言ったんですけど、うん、もうその時にもうなんかこう通じ合ったんですね。で、まあ、あの微調整なりもちろんそこはこういうとこはもう少し入れたいだったりとかそういう話し合いはしたんですけど、ものすごく彼の中でもその私が表現したいことを汲み取ってくれていたので、あの話はすごくもうシンプルでした。あとやっぱ面白かったんですよ、その編集者から見ての第三者というか、まあ、別の自分じゃない人が見て、うん、見た私の写真ってこう見えるんだっていうのもあって、それがすごく新鮮だったのもあるので、私自身がやっぱりそのセレクトしたっていうのは2011年からその2017年の初めっていう、もうそれだけで私は結構もう見せたいものはここにありますっていう。どうしても自分で決めて自分で組んでしまうと、うん、そこにねなんかストーリーをつけたくなるんだよね、うん、はい、でそのストーリーをつけたくなるゆえに、いろんなところがこう邪魔してくるところがあって、で結局はなんとなく自分よがりになってしまうんじゃないかなっていうのが、うん、常に自分で選ぶ時のこう怖さみたいなのもあるから、うんうんうん、やっぱり編集者と一緒にやるっていうのは大きいよね、うん、そうですね。だから自分も写真集作るときは自分でも今作れるじゃない、はい、そういう意味で言えばオンデマンドでいくらでも作れるし、うんうん、でもやっぱり編集者とやりたいってのはあるよね、うん、やっぱりあの、うん、自分以外の人の目線で自分の写真見たらっていうのはすごく興味があるので、うん、なんかどういうふうに、まあ、ちょうど私その時写真展をしてたので、うん、なんか自分の中ではもうね、一回そこで、整理しきってる部分があったんですよ、うん、だから余計にちょっと任せてみたいなっていうのがあって、一、うん、回、まあ、多分1万枚ぐらいあったと思います、うん、1万枚すごい結構な1万ですか、確かそれぐらいあったんです、うん、写真展ってなんかね自分もそうなんだけど自分のものなの、はい、で写真集ってなんか共同な感じがすごいするの、うんうん、写真展の時はねその並び順、この頃ねでも自分も並び順は考えなくなって、うーん、ギャラリーにこう置いてあるのね、最初にギャラリーに行くと、はい、額として置いてあるやつをこう見て、でどうしますって聞かれたらそのまま上げてへでそれでもちゃんと、うん、その展示になるんで、うんうん、それまではなんかいろいろこうストーリーとかね、うんうん、そういう並びの順番というものの、はい、考えてたんだけど、この頃あんま考えなくなった。それで出来上がったら一番いいなっていう感じはすごくするんで、うんうんうん、確かにそうですね、うん、そこのストーリー関係なく伝われるのが一番ね、写真のそうなんだ、だからストーリー伝わんないしね、うんこれ言うと怒られるんだけど、そうなんですか、ストーリー伝わんないでしょう。だってね、もういろんな人いるって、そう、ね、人の数だけ考え方もあるから、でそれはもう言葉によって誘導することはできるんだけど、言葉の誘導なしで写真だけ見て何か特定のストーリー、作者が思う特定のストーリーを組むっていうのはそれは不可能なんで、だったらバラバラでもいいかなって、うんうん、でもバラバラになった時に一つの塊になれば一番いいなっていうのがあるね、うんうんうん、それがこの間見せてもらった写真集にあったんで、うん、これは編集者か、それとも作家が選んだのかってすごいそこは気になったところだった、うん、でコマーシャルの仕事もしてるっていう話を聞いて、はい、でその時にだからなぜそういう写真をこう撮り続けることができたのかっていう不思議があったのね、はい、であれは最初の段階が撮れるじゃない、高校生とか、うんうんうん、カメラを最初に写るんですとか預けられて、うん、撮ると撮れる写真なんだけど、うん、絶対に上手くなったら撮れない写真だと思ったのね、うんうん、
なのになんでここにあるんだろう、うん、これがあのすごい不思議なところで、なんだろう、石田さんのちょっとあそこの違いが、あの時写真集を見てて思ったのが、石田さんは本当にね、はい、修学旅行の写真なの。石田真澄さんは、真澄さんのやつは、石田真澄さんのやつは見た時に、この間ね、あのコメントで修学旅行の写真って誰かが持ち出してきた時に、はい、そういうしか撮れな、残、そういうのしかないんですけどって言われた時に、それが一番いいんじゃないっていうのを石田さんはそのままそっくり持ってて、はい、だからあの時は石田さんのやつはもうなんかこういいないいなっていう話になったのがそこだったのね、うん、でそれをまだそれを持ってんの彼女は、うん、そんな感じがした、はい、で対して熊谷さんのやつはもうそれ捨てていい頃でしょうっていうか忘れてる頃でしょうそんな昔の話っていうものをちゃんとそこに残ってたんで、うん、そのだからあそこの写真ってね2つ、石田さんとね熊谷さん2つ紹介したけど、はい、ちょっと同じように見えてまるで違うっていう印象を受けた、うん、だもう石田さん真澄さんのやつは本当にこうそのままこう、うん、なんだろうなキープできてるっていう感じがするし、うん、熊谷さんのやつはなんかどっかで絶対切ってなきゃおかしいだろうこれ、うん、っていうのがすごくあった。いやそこまで読み取ってくださるのは本当に嬉しいです、うん、でそれどうやってそれを手に入れたの、うん、2回目だと思うのあれ。1回目がその写真を始めた頃、はい、こういうの感情的にエモーションなものを撮ろうって、はい、っていうか撮りたいわけじゃない、うん、もう本当に自分もそうだったけど、うん、道を歩けばこう写真を撮りたい、うんうんうん、部屋の中でも撮りたいし学校でも撮りたいっていう、うん、そういうエモーションの部分ってすっごいあったけど、うん、消えてくよねそれ、うん、そうですね。やっぱこう写真をずっと撮り続けてると技術って絶対上手くなっていくじゃないですか。でもやっぱりそこの時にその自分のやっぱ技術が上手くなっていってのはすごく分かるし、それで楽しかったんですけど、でもやっぱり ある時ふと自分の撮りたい写真と撮ってる写真の差を感じたというか。それは仕事の写真、仕事の写真も含めて、うん、あとプライベートの、プライベートの写真、作品の方も、作品の方もやっぱり上手くなっていっちゃったんですよ、はい、そう仕事の癖がついてるので。それにすごく恐怖心というか違和感をすごく感じて、やっぱりなんかそうじゃない、私の撮りたい写真はもっとこう感情をちゃんと自分の感情がストレートに現れてるものをやっぱり撮りたいっていうのがやっぱ思い出して、まあ最初にね写真を始めた頃って結局コンパクトカメラで撮って写ってああみたいなことだったので、そこに戻ろうと、やっぱり原点に戻ろうと思って、でまあ捨てたって思ってはなかったんですけど、まあ選んだというか、うん、もう一回原点に戻ってみようって、あの写真撮ってた時のこう高揚するようなあの感情をやっぱもう一回ちゃんと取り戻したいと思って、まあ、それは意図的に戻りました。そこに自分たちはねモノクロだったの、うん、はい、時代的にモノクロで、モノクロって積み重ねがしやすい、うん、技術をこう追いかけやすかったんで追いかけてきたんだけど、うん、その先にやっぱりないっていうことをどうしても気がついちゃって、うん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 、それはね自分ももう結構いい年になってそれが気づいてしまったんで、うん、そういう、こともあったんであの写真がすごく面白く見れた、うん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 、多分そういうことがない40代でまだその仕事をバンバンやってるような時だったら、うん、これは違うね何が言いたいの、ね、何が言いたい、これで一体あなたは何が言いたいの。いやよく言われますやっぱりさ、そういうことを。そうですか。あのなんだろう、アーティスト殺しのそうそうそう、やっぱりまあでも分からないから怖いっていうことなのかなっていうふうに私は捉えるようにしてます。あの必ずそこに表現している作者の意図があるってみんな思うの、うん、あなるほど、そうか、ないって言っちゃなんだけど、そんなものみんながみんな持ってるわけじゃないし、うんうん、その意図なんかも作ってる途中でゴロゴロ変わるし、うんうん、でそこに編集者っていう別のものが介在したら全然違うものになるから、うん、自分が全部こう全てその作品について知ってたり分かってたりっていうのは幻想ですよっていうのがあるのね。でもそれなのにやっぱり
聞かれる質問、あなたはこれで何を表現したいんですかっていう質問が一番多い。あ、よく聞きますね、本当に。でもこの頃はさすがにもうこういう、ね、年齢にもなったんで、ないですって言い切れるようになったけどすごい。でそのままで一生懸命なんか それっぽいことを言おうとしてた、うんうんうん、つまり相手が納得するような言葉を探してたっていうところは、うんうんうん、で実はそんなもん本当はそう思ってなくて後付けに過ぎないんだけどね、うんうん、だからこの頃はあの順番も決めないっていうことにもだんだんなってきた、うんうんうん、でもそれってすごい自分の場合時間がかかったのに、うん、よくなんでなんだからその時思ったらなんかずるいよなって思ったって言ってました。なんでこんな時で気がつけるんだ、ずるいなっていうのはすごくあった、まあ、なんでって言われたらちょっとね何とも言えないんですけど。で写真を勉強したのがフランスだってお聞きしたんだけど、はい、フランスで勉強したっていうのは何か関係してるの？まあ、あのやっぱり芸術全般的にあともう昔から興味を持っていたので、もともと絵が好きだったりとか、やっぱりその自分の中の芸術の街パリにやっぱすごく憧れをずっと持ち続けていて、もう中学入ったぐらいからですかね。絵が好きだった。絵も好きですし、うん、まあ、写真よりも絵ですね。芸術的なものに昔からこう興味を持っていて、絵も描いてはいたので、でも写真も同時にずっと撮っていて、で実際その写真が生まれた国っていうことを知らなかったんです、うん、行くまで、うん、それぐらいその写真の知識もないし、ただずっと好きで撮ってきて、だから自分に足りないもの何かあった時に写真の技術と思って、であのまあフランス選んでからなんですけど、後付けですけどそれも、うん、でも写真の勉強したいと思って、はい、だから多分写真をね本当に勉強しようって、はい、例えばどっかの大学を出てからロジカルに考えたら、うん、フランス行かないもんね、うん、そうだと思います。絶対イギリスに行くだろうし、うん、まあ、イギリスかアムステルダムかベルリンかっていうその3択でしかないのに、うん、その真ん中のフランスっていうのを選んだの面白いなと思ったの、うんうん、まあ、ボザールに行きたかったね最初やっぱり。そうだからボザールに行きたかったからフランスっていうのがもうずっとあって、うん、でも絵は自分でも描けるから写真は技術が必要だってやっぱ思ったので、で特にその時プリントをする技術を持ってないので、プリントはちゃんと自分でしたい、でプリントを結構メインにやってる専門学校にそうもう見つけて、じゃあその時日本の専門学校とか大学は考えなかったです。あ、うん、若い時にいろんなその美術を身近に見れる環境にあったってすごいよね、うん、本当は東京でもあるんだけどね、うんうん、本当は東京でもたくさんそういう美術展もあるし、はい、そういうなイベントなんかもたくさんあるから見れるんだけど、うんうん、やっぱり東京にいるよりもパリにいた方がそういう気持ちにはなるかもね、うん、まあ、マレ地区の近くに住んでたので、まあ、マレ地区から30分もかからないところに住んでたので、めちゃめちゃいい場所じゃないですか。そうですね、マレ地区はねギャラリー多いもんね、はい、だからしかもギャラリーって、ね、あの入場料必要ないじゃないですか、無料じゃないですか、だから本当にもうあそこでやってるあそこでやってるっていうのを調べて、結構もうあのギャラリーを周りを日々していて、そこですごい刺激を受けました。自分結構好きでそこで見に行くと、もう本当謎のギャラリーいっぱいあるもんね、はいはい、そうなんかちゃんと入り口のインターホンを押して、うん、とか知らないとたどり着かないギャラリーとかもあったり、確かに